実は黄巾が撤退せざるを得ない一計があるのですが、ご了承いただけるかどうか。申してみよう。はい。曹操は合肥を長領に守らせています。子供のも勇壮な将軍にて兵馬を鍛え、呉を狙っております。まず合肥を攻め、劣勢を装い、黄巾を援軍として向かわせるのです。黄巾には合肥を取ったら大軍を慶州に送ると告げるがよろしいでしょう。さすれば黄巾は東へ援軍に向かうはず。黄巾がいなくなれば劉備も一息つけることでしょう。一方曹操は我が呉の大軍が慶州から引き上げ、城には劉備の兵が2万しかいないと知るのです。しかるに曹操は一体どうすると思われますか。曹操は必ずや慶州の劉備を攻め、災いを除こうとする。いかにも曹操は戦好きです。我々が合肥を攻めている隙に必ず慶州を襲う。曹操と劉備が争っている間に我らはじっと待ち、好機を伺うのです。助よ、そなたの話、闇夜の灯明だ。言う通りにしよう。痛み入ります。それでは我が君、どうぞごゆっくり。失礼いたします。孫権よ、死刑はなかなかどうして黄巾に劣らぬではないか。その通りです。そなたの兄上の遺言では軍事は黄巾に任せよとのこと。黄巾は確かに逸材ですが、気位が高すぎます。しかも今は重傷の身、この先長くないやもしれぬ。後頭は柱を一本失うやも。心配には及びませぬ。母上はご存知あらねと兄上はおっしゃったのです。して何と。母上のお言葉と同じです。死刑は決して黄巾に劣らぬと。兄上はさらに、死刑がいる限りこの高騰は20年は安泰と。シケ殿、やっといらしたか。ああ。どうです、主君からの援軍はいつ来るのです。援軍は来ない。主君の軍令を伝えに参った。黄巾殿は少し治りました。医者が見ております。士気はどうだ。悪くはありません。そうは思えぬが、よし、大都督に会うとしよう。こちらへ。半月前、主君がそなたから3万の増兵を求められ、出兵を決められた矢先、合肥から知らせが入ったのです。長領が南へ下り、江北の砦を落としたと。主君はやむなく3万の兵を北上させ、敵を迎え撃ったのですが、長領の兵は思いのほか強力だった上に、主君をお助けする武将もおそばにおらず、計らずも連敗を喫しました。そこで主君はそなたに相談するよう私に命を下されましてな。相談とは。大都督自ら軍を率いて合肥に向かっていただきたい。慶州は合肥を治めてから取り返せばよいのです。それはつまり、相談というより
軍令ではないか。黄巾殿、合否は下級を要する。どうか対局を見てほしい。よいか。水軍をまたぐ長領はどんなに強力でも高等の脅威にはなりえぬ。だが慶州を失えば必ず災いとなる。主君のもとへ戻り、合否から撤退すべきだとお伝えするのだ。長領を牽制するだけの兵を残し、三万の兵は劉備の討伐にと。黄巾殿、そなたは誰より兵法に通じている。合否はまさに戦闘の最中にて、今から撤退できるはずがないのです。慌てて撤退すれば総崩れを起こします。さすれば我らの江北の各城もおそらく陥落してしまう。江北の小さな城より今は慶州だ。確かに江北の城の一つや二つ惜しくもない。されど主君をないがしろにはできますまい。撤退すれば総軍は必ずや襲ってこよう。黄巾殿、合否の地形を思い出すのです。前に強敵、後ろに大河、まして長領は曹操自慢の名将ですぞ。主君に万が一のことあらば全軍は総崩れとなりましょう。さすれば我が軍は背水の陣を敷く羽目となり、全軍壊滅も免れません。黄巾殿、主君に万が一のことあらば江東の臣民に顔向けできませぬぞ。生き恥はさらせませぬ。私もそなたの気持ちは分かっているつもり。慶州については任せていただきたい。そなたは兵を率い合否へ援軍に、私が劉備と話をつけてきます。互いに各々の役目を果たそうではないか。話だけでことが済むか。いや、まずは話し合うことです。しかも慶州については劉備らには大義名分がない。義理を欠いてもいる。そなたの考えは甘いな。黄巾殿は考えすぎです。いまだ慶州の奪回がかなわぬ以上、まずは考えの甘い私にご一任を。たとえ奪回を果たせずとも、そなたのために劉備の様子を探ることはできます。軍師の思惑通り、我らが慶州を取ったにもかかわらず、曹操が南下し奪い返そうとする気配はない。差し当たっては我々が呉と戦うのを待っているのです。それにしても解せぬのは、孫権が突如合否へ兵を向けたことだ。いかにも私にも解せませぬ。申し上げます。我が君、ロシク殿がお見えです。お目通りをと。江東の話をしていた矢先に。良い話ではありますまい。主君がお持ちの疑問はロシクに解決させましょう。通せ。よい。つまり死刑殿は何としてもこの慶州が欲しいと。いいえ、欲しいのではなく、お返し願いたいのです。ロシク殿、冗談はやめてくれ。アニジャは何も借りてはおらん。何を返せと。ご説ごもっとも。わかりました。つまりはこういうことですな。借りたものなら返すのが当然。筋を通してきちんと返す。いかがです？そうとも。
間違ってないよな。劉公宿はかつてわらじをお売りになり、長将軍も肉を売っておられた。お二人とも商いの道をご存知です。かつては小さく、今は大きく商売をされているというわけ。大小にかかわらず道理は同じこと。商売というものにおいては、元手を多く出した者が利益を多く得るのです。違いますか？ロシク殿、回りくどいぞ。はっきり申されよ。くどいのはお嫌いか。よろしい。それならありていに申し上げます。まず劉公宿は我ら後に借りが終わりです。長将軍のお言葉とはたがうが、私はさように思う。公宿は我が軍に5万の大軍を借り、我が軍の8300人の兵の命を借りられた。半年前、曹操は100万の兵を率い慶州を占領しました。貴兄らにはわずかな土地と数千人の兵しか残らず危ないところでした。皇統が国を挙げて曹操を赤壁にて破り、貴兄らは危機を脱し今日があるというわけです。我らは甚大な犠牲を払った。兵馬、金銭、兵糧、兵の命もです。戦が終わった今も呉は何の利益も得ず、慶州の各軍は魏軍に乗っ取られてしまったままなのですぞ。公宿、よく徳殿、よくお考えいただきたい。これが真っ当な商いでしょうか？道理に合っていますかな？劉公宿は仁義を重んじるお方ではなかったのですか？これは死刑殿、大した弁舌です。長い付き合いだがお見それしました。お見事お見事。めっそうもない。追い詰められればネズミも猫を噛むと申します。それはそれは。そなたは商売を引き合いに出されたならば、こちらにもそれなりの言い分があります。赤壁では呉は多くの元手を投じたのですから、それ相応の多くの利益を取るべきです。されど慶州は元来劉表殿の地盤、38年前、藩の天使が劉表殿に任された土地がなぜ呉のものに。天使が任された土地をまさか売り買いすると、劉表殿が亡くなり慶州は曹操の手に落ちた。子息の劉貴殿より我が主君が幾度も要請され、やむなく生死の危険も顧みず慶州を劉貴殿の手に返すべく戦うこととなったのです。呉公は仁義ある君主であり、黄巾殿もそなたも当代の名士。哀れな劉貴殿から慶州を取り上げるなど、さような非道はなさりますまい。それでは董卓や曹操といった連中と変わりませぬ。違いますか？孔明殿、劉貴殿に返すために慶州を取ったとおっしゃるなら、何故我ら後に宗人を打たせ、その隙に城を奪うような真似をなさった？何故我らに出兵を強いたのです？それはあまりに卑怯というもの、連盟を無視したお振る舞いです。なれば尋ねましょう。呉は我らを盟友と思っておられるのか？どういうことです？黄巾殿は宗人を攻める際、3万のみ率いると言いながら、船には5万人分の兵糧が積んであった。かような大軍を率いたのは、慶州を取った暁には勝ちに乗じ高価の我らを攻める目論みがあったゆえ。効果は狭く逃げ道もない。慶州を取らなければ主君は当に黄巾殿に捕らわれていたはずです。ああ周夢、さような魂胆であったか。戦いたければ卑劣な真似などせず正々堂々と来い。口で争っては孔明殿にはかなわない。実は死刑殿、私は慶州を劉貴殿にお返しいたす所存。朝廷にも劉貴殿を慶州の使者に任じた上で、祖業を継がせるよう上奏いたしました。劉貴殿はいずこに？
お連れするのだ。我が君、龍騎殿、龍騎殿。重いご病気なのです。死刑殿たっての願いでこうしてお呼び立てしたものの、むごいことをいたしました。どうか早くお戻りください。はい。私の一存ですが、本日のところは譲ります。主君には慶州を取らぬよう伝えましょう。死刑殿、さすがは高等一の善人であられるお方、龍騎殿になり代わり御礼申し上げます。それでは私も我が主君に代わって公主にお願いが。何でしょうか。龍騎殿がご存命なら構いません。なれど龍騎殿が亡くなれば、公主が慶州を占領するのを認めるわけには参りません。龍騎殿がご存命の間は主君が城を守る。見まかられた際はその時にまた話し合えばよい。話し合いとはいいなこと、我らはすでに譲歩した。これ以上は無理です。龍騎殿が亡くなった際は即刻慶州を我らに返すべきだ。そなたはもっとおおらかな方のはず。細かいことを黄巾殿のごとくしつこく言い募ると。大都督をよくご存知のようで何よりです。あれは手のつけられぬ癇癪持ち。一旦腹を立てると情け容赦がありませぬ。主君ですら止めることができぬほどだ。あの大都督が腹を立てれば、我が十万の大軍も全員こぞって火の中水の中へと飛び込まざるを得ない。龍公主、慶州が戻らなければ大都督は面目が立ちませぬ。怒り心頭で南軍の城下に五万の兵を三年は据え置くでしょう。龍公主、毎日剣を突きつけられて過ごすのは針のむしろでございましょう。そんなことになれば龍家にも孫家にも良いことは一つもないと思うのですが。よろしい。さすがは死刑殿、我らの今後の心配までしてくださるとは恐縮です。孔明よ、お言葉に従おうではないか。よい。さ、死刑殿、これにて型がつきました。酒でも飲みましょう。一息入れた方がよろしかろう。ええ、結構ですな。この目で見ましたが、龍騎はかなりの渋滞です。長くて半年、短ければ三月と持たぬでしょう。その時が来たら私が慶州を取り返します。劉備も嫌とは言いますまい。裏切らなければよいが。申し上げます。主君から大都督に急ぎ合否に参られよと。主君は伝令には伝えさせていないが、実のところ窮地に立たされているのです。万が一のことがあればどうなります。大都督、劉備は劉騎の死後慶州を返すと約束した。今は主君の応援に駆けつけるべきかと。
帝府。ここに。直ちに兵と船を引き、合肥の主君のもとへ向かえ。は。関内は破陵軍を守れ。は。両党は関陽軍を。は。黄巾殿、そなたは合肥へは行かぬおつもりか。私か。主君に伝えてくれ。いまだ傷が癒えぬゆえ、軍権を返上し、再走で養生すると。先日南軍を攻めた折には傷のことなどおっしゃらなかった。なぜ合肥の時だけ養生されるのでしょう。ああ、これは矢の傷ではない、心の傷なのだ。矢傷は僧人によるものなれば、心の傷は誰に。孔明だ。いや、自分で自分につけた傷だ。孔明よ、孔明、吉報だ。はい、何でしょう。五軍が撤退を。撤退？どうした、そなたは嬉しくないのか。以前した話を覚えておいででしょうか。はて、なぜ孫権は急に合肥を攻め始めたのか。そういえば、そなたはロシクに疑問を解決させると。結局謎は解けませんでした。あれ以来そのことを考え続け、ようやく分かったのです。孫権が周瑜の撤退を望んだのだと。吉兆ではありませんぞ。何故さように。孫権やロシクは対局を見るが、周瑜は違います。されど江東の地では周瑜は絶大な信望を得ています。孫権が周囲を抑えられればよろしいのですが、もし抑えられないとなると、我らと江東の間に摩擦が。幸運にも慶州を我が物にする時間の余裕はまだあります。心配なのは龍騎殿のお体です。医者に聞いたのだが。それで。龍騎殿はもう長くは持たぬであろうと。ロシク殿、我を。我が君。我が君に。恐れ多いことです。そなたは呉のために手柄を立てた。迎えに出るのは当然であろう。我が君、黄巾がまた勝手なことを申しまして。ああ、昨日任を返上すると言ってきた。さあ、ひとまず中へ。はい。信じていただいたにもかかわらず、仰せの通りに事を運ぶことができず申し訳ございません。我が君、黄巾は養生に戻りましたが、関内両党の両軍を撤退させてはおりません。思うに隙を見て慶州を撃つつもりかと。まあ、さように己を責めるな。黄巾の気性は承知している。南軍から離れさせただけでも大手柄だ。寛大なお言葉、誠敬服いたします。実を申せば、兄上の伯父様ご逝去の後、呉の前途を案じておりました。なれどこの半年、主君の思慮深さに考えが変わりました。いつの日か
先代を超え偉業をなされるでしょう。私には何の力も策もないのだぞ。父上や兄上にはかなわぬ。いいえ、主君はいずれ全土を束ねられ皇帝として君臨されることと。死刑、そなたは忠義の者のはず。よもやそんな不遜な言葉を口にするとは。それでも漢の臣下か。天使が巨都におられることを忘れたのか。国賊曹操から天使をお救いせねばならぬ時に余計なことを考えてはならぬ。我が君、私の言葉は本心にございます。お考えください。曹操はいずれ皇帝を名乗ります。劉備も官室を守るためと申しつつ、実の狙いは天下取りです。主君も天下を志さなければ曹操劉備と争えません。それでいかに皇統の地を守ることができましょうや。死刑よ、そなたの話は時期尚早だ。二度とさようなことを口にしてはならぬ。劉備は官室の末裔、曹操は天子を差し挟み君臨している。されど私は単なる片隅の存在だ。身を潜め時期を待つほかはない。やはり天下を志しておられるのですな。やめよ、先の話をしても無駄。今考えるべきは慶州だ。劉備と曹操がいつ戦いを始めるか。我が君、曹操は赤壁で敗れ、南軍でも敗れました。慶州を取り戻すにしても半年は兵馬を休ませねばなりますまい。その半年を劉備は無駄にはしません。必ず一歩前進するはず。一歩前進？劉備はさらに勢力の拡大を狙うはずです。されど慶州は狭く、曹操と我ら後に挟まれてもおり、四方を敵に囲まれています。劉備が大業を成すには相当な戦略が必要でしょう。それなくして一方の旗頭になることはできません。故に劉備は広く兵馬を集め、調査軍、武陵軍、慶陽軍、霊陵軍へ兵を送ることと。これらの土地は目下すべて曹操が抑えています。うん。孔明よ、慶州は南北の敵に挟まれ孤立している。長くは持つまい。慶州を治めるには慶州の賢人を頼ることです。騎乗よ、慶州では馬氏の五条白尾最も良しと皆が申しておるそうだな。そちには良い考えがあるに違いない。痛み入ります。一つ教えてくれぬか。お言葉通り、この慶州は山の頂に立つ一本の木と同様でありましょう。東西の風にさらされています。倒れたくなければ葉を茂らせ根を生やし、さらには林となることが肝要なのです。それにはどうすればよい。州都の城陽は毎年の戦で人口は激減、兵も足りません。しかし南の武陵、調査、慶陽、霊陵は大乱にも合わず、兵も兵糧も十分。もしこの四軍を取ることができれば慶州も安泰でしょう。
四軍のうちどこから攻めるべきか。将校の西、霊領を取るべきです。次に武領、その後東へ移り慶陽を取り、最後に調査です。さすがは騎乗ですな。極めて妥当な方策です。ぜひ採用なさいませ。なれどその前に龍騎殿に養生を願わねば。御事乗りの有無にかかわらず慶州志士となっていただき、その名のもとで四軍を取るのです。四軍はもともと龍一族の管轄ですから。よし、そういたす。本によき調べじゃのう。この乱世にあって我が霊領の屋敷においてのみは心静かに事の調べを楽しめる。報告いたします。大衆一大事です。大衆、石膏によれば劉備が関羽に留守を任せ、張飛を先鋒、張雲を小詰とし、大軍を率いて我が霊領に向かっていると。劉備軍の数は1万ほどかと。それほど多くはありません。父上ご安心を。数こそ多くはないが、我らと違い劉備軍は連日戦っておる。いずれも百戦錬磨の武将揃いじゃ。さらに張飛、張雲の優勝もいる。あやつらと比べ我らの兵は皆羊のごとき頼りなさであるぞ。父上気弱すぎます。我らの慶同盟も万夫不当の優勝、慶同盟の力には劉備もかないません。我が君ご安心ください。私のこの臨下改ざん符があれば張飛、張雲など敵ではありませぬ。必ずや諸葛亮と劉備を生け捕り献上いたしましょう。よし、劉備を撃退できたら釈将軍に任じ功に報じるよう朝廷に上奏しよう。感謝します。役族め、我らが土地に何を。そなたは何者だ。我が名を聞いて驚くな。我は霊領の将軍慶同盟だ。これは驚いた。無名の輩にかような大声の持ち主がいたとはな。そなたは私を知っておるか。私は南陽の諸葛孔明だ。大軍を率いた曹操すら私の策で大敗した。それでも私に歯向かうと申すか。黙れ。赤壁の戦いは周遊の手柄だ。貴様が何をした。よくもそんな口が聞けたものだ。成敗してくれる。かかれ。全員を引け。兵隊回り込め。盾隊いずれつけ。あの陣形は何だ。諸葛孔明は布陣に優れています。これがその陣形でしょう。急げ、伝令を出し危険を犯さぬよう兵動営を止めるのだ。もう間に合いません。孔明、さっさと出てこい。どう
休め。どこに隠れた。さっさと出てこい。将軍、あれを。孔明はあそこです。よし、皆の者、私についてこい。何者だ。我が名は張飛。お前が悪名高き卓軍の解体人か。覚悟しろ。うわっ、卓名高きだと。よくも言ったな。よくも抜け抜けとこの俺様を悪者呼ばわりしてくれたな。え、そのだらしないざまは何だ。長将軍、実は私も元は肉の解体人、将軍と同じ仲間です。何。その後劉大将の配下となり、将軍となったのはただ食いぶちを稼ぐため。どうかお許しください。今さら昔語りなどしても遅い。もうよい、首をはねろ。お許しを、お許しを、どうか。この通りです。私には祝い八条になる母と妻と子もいるのです。何とぞ命だけはお助けを。なんと情けないやつ。大の男が命乞いなどして死ぬのがそんなに怖いのか。はい、頭一つ切り落とすくらい。なんだという。俺は育児の死が一番嫌いだ。来い、俺様が首をはねてやる。はい、お許しを、どうかお許しを。待たれよ。慶将軍、しくじりましたな。欲徳が一番嫌いな言葉で罵ったとは。申し訳ありませんでした。二度と申しません。金輪際口にいたしません。長将軍、下を切り落として結構ですから、どうか命だけはお助けください。八条の母と妻子がいるのです。もう分かった。高校の心に免じ、代わりに口添えしてやる。よいか。何か手柄を立てれば命だけは助けてやろう。お助けくださるなら内定となり、貴軍は引き入れ、竜の竜拳を捕らえ献上いたします。信じると思うか。すっかり改心いたしました。決して裏切ったりいたしません。よく説くよ。こう申しているのだ。助けてやるがよい。我が君、いかがですかな。よいだろう、その通りにいたせ。あ、感謝いたします。ありがとうございます。ほどくのだ。はっ、感謝いたします。感謝の印は。今宵遅く霊領城下においでくだされば、松明を合図に城門を開けお迎えいたします。よかろう。お前たち、はっ、慶将軍をお送りしろ。はっ。ありがとうございます。将軍、ご指導を。腰抜けが。ありがとうございます。孔明、あの慶道衛という者、口だけは達者だ。かくも即座に主君を渋よく売り渡すとは、あんなやからの言葉をうかつに信じてはなるまいぞ。いかにも、あの者は信じるに値しません。城に戻れば、自分がいかに戦い敵を蹴散らし包囲を突破したかを吹聴することでしょう。手引きするといっても、騙し討ちするのがオチです。ゆえに策には策をだな。はい。よし、資料よく解く。よいか、こたびの出兵で南の四軍の大使を倒すことは難しくない。難しいのは、四軍の土地を奪いつつ四軍の民心を得ることだ。私の望みは、戦わずに済むなら戦わぬこと。人を殺める数も少ないほど喜ばしい。
それが最高の仁であり善である。よいな、統治の官僚に恨まれてはならぬ。わかりました。主君にとって四軍はすでに我が血も同然なのですな。孔明は何事もお見通しだな。